さあ、あと10秒確認していきましょう。さあ、5、4、3、2、1、あ、オッケーオッケー、11になった。さあ、何来る来る来た来る来た来たー。おう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 、白名マタタシンバ曲付きがラストショート。ピックアップが勇者シリーズなんですけど、勇者ミッキー、勇者ドナルド、勇者グーフィー、これ全部曲付きだよね多分。はい、で、ツムリスト見ていきたいんですけれども、勇者ミッキー1体、勇者ドナルド1体、勇者グーフィー2体、パイレーツクラリス2体、ラルフ1体、マウイ2体、ディビジョーンズ1体、ブルーフェアリー2体、パイレーツスティッチ2体、ハピラプ、ハピラプ入ってるやん。ハピラプも入ってますやん。ということで、まあ、やっぱ海関係来ましたね。海関係、パイレーツ系と、パイレーツオブカリビアンとパイレーツが来ましたね。はい。で、この中で常駐積むはブルーフェアリーとマウイだけかな。なんで残り8体は、はい。期間限定です。じゃあちょっと書いてきますか。おすすめはやっぱ勇者ミッキーかなと思います。勇者ミッキーが、おすすめで、他、あとハピラプだな。ハピラプはいいよ。ハピラプもおすすめ。俺ハピラプにスキルチケット全突破したから。ただね、あまり低スキルだとそこまで使えないっていうのが難点。あとは、まあ、使いこなせればブルーフェアリーもみたいな。フェアリーなっちゃった。フェアリーなっちゃった。がいいんじゃないかなと思います。はい。っていう感じですね。で、引くべきかはね、まあ、基本的に、引かなくていいかなと思います。はい。あ、一応、ラスト章、白名マタタも、いいか。おすすめに入れすぎて、おすすめに見えてしまうのがちょっとあれなんですけど、はい。で、まあ、引くべきかは、まあ、基本、ブルー案件でいいかなと。まあ、なぜかと言ったら、まあ、言うてぶっ壊れツムいないし、ぶっ壊れってか、そんな強いツムおらんし。勇者ミッキー、まあ、コイン稼ぎツムでね、平均6000枚ぐらい出るのが、まあ、この4体ぐらいなんですけれども、まあ、これ、7、8000枚出せるツムがいれば、まあ、引いてもいいかなと思ったけど、基本スルー案件でお願いいたします。で、白名マタタシンバが、キル6の方、あ、見えない。キル6の方は引いてください。他はスルーでいいかなと思います。はい。で、一応、まあ、自分、恒例の、まあ、ピックアップ対象のツムをどんどん動画上げていくんですけど、まあ、その辺の動画を見て欲しいと思えば、まあ、引いてもいいかなと思います。が、まあ、基本的に、引かなくていいんじゃないかなと思います。はい。とりあえず、自分、まあ、ね、引いていきましょうか。で、自分は、ガチャ、スキルマ、全部スキルマかな。スキルマだと嬉しい。全部スキルマだと嬉しいよ。よろしく。おー、ディビジョーンズだけ違う。まあまあ、3万コインで、スキルチケット買ったようなもんなんで。ハピラプはね、あれですよ。どこでもつなげられて、その周りのツムを消すみたいな。
勇者シリーズはね、そうっすね、あの優秀っすよ。ビンゴミッションではめちゃくちゃ優秀。あ、も戻っちゃった。とりあえず全引き引いていってですね、で一応自分白生タタシンバースキルマなんで、あのまあ皆さんもここまで頑張って引き切れば、あのスキチケがもらえるんで、まあとりあえずスキルチケットがもらえる瞬間も一応、まあこれでお見せできるかなと思うんで。プレボじゃないんだよね。はい。でもね、確かにね、まあ、あの、引かない方がいいって言ってるんですけど、例えば勇者ミッキーがいれば、ビンゴめちゃくちゃクリアできて、スキチケ3、4枚手に入って、その3、4枚で例えばガストンがスキルマンになるとか、そういう人だったらもうね、どんどん引いていいと思う。勇者ミッキーさえいればとか、まあ、そういうところですよね。ピックアップで。ね。そういうことなんだ、きっとね。はい。ということで、ディビジョーンズスキル4の 25% か。まあでもハピラップはね、楽だし、強いっすよ。さあ、これで、あと2体、2枚か。で、3バイト。よっしゃ、3万コインでスキチケ1枚は厚すぎでしょう。皆さんおはようございます。ありがとうございます。で、ラストショーが白生タタシンバ曲付きになるので、これがね、メルボに送られてくるんですけれども。で、これを引くとですね、スキルチケットに変わります。ありがとうございます。うますぎる。ここまで来ると、マジでスキチケがね、めちゃくちゃ溜まってくるんで、まあ自分、今、何枚あるんかな。41枚ある。まあまたちょっと41枚溜まったから、スキチケを豪快に使ってスキルマを作っていくとか、そういう動画もまあ上げたいと思うんで、お楽しみにしていてください。はい。まあそんな感じで、まあ、ピックアップは自分はね、あの白生タタシンバね、全部じゃない、スキルマだったんで引いたんですけど、まあ基本ドスル案件でよろしくお願いいたします。はい。まあどうしても欲しいツムがいれば引いていいかなと思います。まあおすすめツムの中でも一番のおすすめは勇者ミッキーかなと。いうことで。はい。そんな感じでございます。